い、こんにちは、レッドスノーです。今回なんですけども、試験5ヶ月前になってですね、あるご相談をお客さんからいただきました。そのご相談の内容っていうのは、理解したつもりなんですけれども、数日経ったら忘れちゃいますと。どうしましょうかっていうようなご質問だったんですね。で、これについてですね、意外と多くの方が同じような、悩み持ってるんじゃないでしょうか。今日おとといかな、勉強したけれども、もう今日になったら忘れているとか、昨日勉強したことなのに、もう今日忘れちゃっている。一週間前に勉強したことなのに、今日忘れちゃっているっていう。まあ、そんな感じですよね。で、これっていうのは大きく分けて、二つ原因があります。一つ目、復習回数が少ないっていう話ですね。まあ、丸暗記で勉強したとしてもですね、丸暗記だったとしても、やっぱり、4、5回はね、復習しないと、頭に入んないんですよ。ましてや、こう2、3回でね、頭に入りませんっていうのは、これ当然の話で、私自身も、やっぱり2、3回だったら頭入らないです。やっぱり最低でもね、4、5回はやらないと、頭に入ってこないんですよね。だから、やっぱり復習回数っていうのは非常に重要なんですよ。だから、まず復習回数を増やしましょう。っていう話です。で、もう一つの原因。これ理解したつもりになってるわけですよね。つもりであって実際理解できていないっていうところがやっぱ原因なんですよね。これ意外と多いんですよ。で、これ、まあ、仕方がないって言ったら仕方がないんですけども、その市販のテキストだったりとか、市販の、過去問集の解説だったりとか、またはね、予備校通っている方だったら予備校の、テキスト、教材だったりとか動画だったりね、先生の説明だったりとかあると思うんですけども、その中で説明されている内容で、理解できるかって言ったら、大体理解できないんですよね。で、なぜかっていうと、理解すべき内容まで先生が伝えていないだったりとか、テキストとか、過去問集の解説に載っていない。まあ、これが原因なんですよね。で、この点については、やっぱり、予備校だったりとかすると、そこまで教えてたら、間に合わないっていうのがあるんですよ。講義って限られてるじゃないですか。例えば試験半年前から、月水金の、週3回、2時間やりますとか3時間やりますって決まってるわけですよ。で、試験半年前から始めて、まあ、試験日までの間に、その、卓研試験の分野、全分野を網羅するっていうのは、なかなかハードなんですね、正直言うと。だから、先生もこう授業をちゃんとね、カリキュラム通りやらないといけないってなってきたら、その理解すべき内容まで説明していたら、もう遅れ遅れになって間に合わなくなっちゃうんですよ。だからそこはもう省略して、ポイントをバンバンバンっていくわけなんですよね。説明していくわけですよ。だからそれは仕方がないんですよ。じゃあ、受講している人としてはどうしなきゃいけないのか。また独学で勉強している人はどうしなきゃいけないのかっていうと、やっぱ調べないといけないですよね。一個一個。で、例えばなんですけれども、まあ、これ弊社のね、テキストなんですけども、代理権の消滅っていうところがあるんですね。どういった場合に代理権が消滅するんですかっていうような内容です。で、これ表になってるんですけども、おそらく、お持ちのね、テキストとかにも同じような表載ってると思います。なんで、まあ、ちょっとね、これ見づらいと思いますんで、お持ちのね、テキストだったりとかで確認してみてください。で、これ合計するとですね、ポイントがですね、この中のこのマスの中の話なんですけども、4×4 で16個あるんですよ、16個。で、これ多くの方が、過去問解きながらとかで覚えようとするんですよね。で、多くの方がこれ理解してなくて覚えようとするから、いつまで経っても覚えれないんですよ。やっぱ理解していないと、何回か復習して、例えばね、まあ、1週間とか2週間とかだったら、覚えていると思います。何回か復習すれば。ただ、丸暗記だけだと、やっぱ忘れちゃうし、本試験になった時に、頭が真っ白になるんですよ。あれ、緊張するんですよね。普通に勉強してる時とやっぱ試験って違うんで、大体ですね、焦っちゃったりして、頭が真っ白になるんですよ。だから、暗記したことを忘れるっていうのは、もう試験では、よくあることなんで、それを想定した上で日頃勉強しておかないといけないんですよ。だから、どうしなきゃいけないのかっていうと、ここで重要になってくるのは理解なんですよ。理解をしておくとどうなるかっていうと、本試験の時に問題を 見ますよね。そこから答え導くことができるんですよ。これどういうことかっていうと、例えばね、くくって大体覚えてますよね。例えば、ハック72とか。これは覚えてるんですよ。
まあ、これね、よく使うからなんですよね。まあ、日頃の普段の生活とかでも、くくねぐらいだったら使うじゃないですか。だから、まあ、ずっと今でも覚えてるわけなんですけども、例えば、11×12 とか、2桁2桁の掛け算とかって、パッとね、思い浮かばないと思うんですよ。まあ、覚えてる方もいると思うんですけども、覚えてない方がほとんどだと思います。でも、答え導けませんか？ 11×12 って、ちょっとこの間に書きますね。11×12 をすると、こうやって筆算するわけですよね。2、2、1、1と。132ですか。132ですよね。こうやって計算して答え導けますよね。覚えてないけれども、問題を見たらその場で答え導ける。これを実際の卓研の試験でもできたら、頭が真っ白になってもその場で答え導けるわけですよ。だこれができるかできないかによって合否が分かれるって言ってもやっぱ過言ではないんですよね。だから私はずっと理解学習 しましょう。理解していきましょう。まあもちろん全てが全て理解できるわけじゃないけれども、理解すべきものは理解しましょうって言ってるんですよ。その理由は今言ったような内容です。試験になったら頭が真っ白になる。これを前提として、そうなったとしても答えれるようにすると。そのために理解しましょうっていう話なんですよ。じゃあ一つ具体例出しますね。ちょっと話戻って代理権の消滅事由の話なんですけども、これ多くの方が覚えているって話ですよ。でも私自身これ覚えてないし、弊社の個別指導の受講者さんだったりとか短期講座の受講者さんもこれ覚えてないんですよね。でもこれに関する問題が出たら答えを導けるですよ。それなぜかっていうと、試合にちょっとね、どうやって考えるかっていう考え方が載ってるんですね。じゃあどうやって考えるかっていうのをちょっと具体例を出してちょっとご説明します。例えば、任意代理で本人が破産したら代理権消滅しますよ。法定代理で本人が破産しても代理権消滅しませんよ。この二つについてちょっと解説しますね。どうやって理解をしているのか。で、実際問題が出た時にこうやって考えて答え導くんだっていうのをお伝えします。まず法定代理と任意代理の違い。これは理解してますか？これ絶対理解しておいてくださいね。法定代理ってこれ漢字を見たらわかるんですけども、法律で定められた代理って書くんですよね。もう法律で代理人って決まってるって話なんですよ。例えばあなたが未成年者だった場合、親っていうのはもう当然に代理人なんですよ。もう親は、法律で代理人だって決まってるって話なんですね。あなたが未成年者だった、まあ、18歳、17歳だった時に、お父さんとかお母さんに対して代理権与えますねってね、あなたの意思に基づいて代理権与えたことってないと思うんですよ。与えなかったとしても親って代理人なんですよね。でこの場合、あなたが未成年者であるあなたが本人で親が代理人ですよね。で今回の話で言うと、あなたが、破産した場合ですよ。未成年者であるあなたが破産した場合、まあ中学校とかで破産するってあんまないけれども、まあ19歳で破産とかだったらまだありえますよね。まあ、19歳で破産しちゃったと仮定しましょう。その場合、親の代理権を消滅するかを考えるんですよ。で、なんでそもそも親がね、法律で代理人だって定められているかっていうと、未成年者っていうのは、やっぱまだ物事の判断っていうのがちゃんとできないから、それを、保護するために親がもう代理人だって決めてるわけですよね、法律で。だから、あなた、未成年者であるあなたを守るために、親が代理になっているわけです。この状況であなたが破産したからといって代理権が、親の代理権がなくなっちゃったら、あなたを保護する人がいなくなっちゃうわけですよ。困りますよね。破産したんであれば、より一層保護してあげなきゃいけないわけですよ。だから代理権は消滅させないっていう風なルールになっているわけです。だから問題とかで、法定代理において、本人が破産した場合、代理権が消滅する、丸かバスか、みたいなことが出てきたら、今のような具体例を考えて、あ、これ代理権消滅しないな、っていう風にして答えをパッと導くわけですよ。その場で、あれ、法定代理ってどっちだったっけな、消滅するかな、しないかなって、ね、いわゆる暗記に頼っていたら、大体もうどっちがどっちか分かんなくなっちゃいますんで、で、もう、勘だってなっちゃうんですよね。そうならないじゃないですか。今言った具体例とかを頭に入れておけば、その場で、問題文見て、具体例考えて、ああ、これだったら代理権消滅させたらこれまずいでしょと。未成年者守るのが親だから、守ってあげなきゃいけないから、
代理権は消滅させちゃダメだな、みたいな感じで答え導けますよね。じゃあ一方、任意代理の場合です。任意代理ってどんな場合かっていうと、どんな代理かっていうと、あなたの意思に基づいて代理権を与えた場合なんですよ。もう未成年者関係なし、あなたは、もう青年の人だと、もう20歳を超えてると、ふうに考えていただいて、あなた土地を持っていましたと。で、これを売りたいと。で、もう飼い主見つかりました。じゃあ1ヶ月後にもう売買契約を結びましょうって飼い主とね、約束しました。で、この状況であなたが、海外出張行かなきゃいけないということになって、契約当日、売買契約行けない。だから、小野さんと。代理権を与えるんで、代わりに契約行ってきてくださいと、代理権を与えました。これって、あなたの意思に基づいて代理権を与えてますよね。これが任意代理っていう、まあ、呼び方をします。法律であなたの代理人が私って決められてないですよね。あなたは誰に代理権を与えてもいいんですよ。あえて、小野である私ね、私に代理権を与えたと。まあ、いうような今状況なんですよね。これ任意代理です。で、私は、その代理権に基づいて、売り主代理人として契約行くんですけども、まあ、私は時間を割いてね、契約に行くんで、一般的には報酬契約も一緒に結んじゃうんですね。代理権もらって、契約やってくるから、じゃあちゃんと契約終わったら、じゃあ2万円くださいよ、みたいな感じで報酬契約を結ぶのが一般的なんですよ。で、まあ、この状況でね、あなた本人はあなたで、私が代理人ですよね。あなたが海外出張行きましたと。で、契約になる前に、あなた破産しちゃったよと。この場合どうなるか。本人が破産した場合の話を今しているんでね。どうなるかって話をします。もし代理権が消滅しないと仮定しましょう。しないと仮定したら、もう私はその代理権を使って、売買契約やってきますよね。で、売買契約終わった。だから、あなたに対して、じゃあ報酬の2万円ください。って言うわけですよ。そうなった時にあなた報酬払えますかって話なんですよ。普通の方と破産している方を比べた時に、破産している方ってもう一般的にはお金がないってイメージですよね。だからその2万円払えない可能性が出てくるわけです。今はね、2万円っていう小さい額の話だからいいんですけども、契約の内容によっては10万100万とかってやっぱあり得るんですよね。そうするとお金が払えない、トラブルになる可能性っていうのは高いわけですよ。であれば、もう事前に代理権を消滅させてしまえば、トラブルにならなくて済みますよね。だから、トラブルを未然にもう防ぐために、任意代理の場合、本人であるあなたが破産したら、代理権を消滅させましょう。っていうようなルールにしてるんですよ。だから、こういったところっていうのは、おそらくあなたがお持ちの教材とかには載ってないと思うんですよね。で、弊社の門には下にこうやって書いてあるんで、まあ、これ読んでいただいたらパッとね、ああ、そうやって理解するんだ、ああ、そうやって考えるんだって、わかるんでいいんですけども、市販のもんだったり予備校のもんだったり、大体書いていないんで、そうすると自分で調べなきゃいけないっていう話になるんですよね。そうすると、なかなかね、これ時間かかっちゃうんですよ。で、今言ったように、復習回数もめちゃめちゃやんなきゃいけない。で、理解するのにも調べなきゃいけない。で、これをやった結果、一つのポイントが頭に入るんですよね。今お話したのは2つのポイントがあったんでね、2つのポイントを覚えられるんですけども、だいたい問題って1つじゃないですか。1選択肢で、1つですよね。だからめちゃめちゃ時間かかるんですよ。1つのポイントを頭に入れるのに、調べなきゃいけないし、何度も復習しなきゃいけないから、めちゃめちゃ時間かかるんですよね、定着させるまでに。そうすると、じゃあ試験5ヶ月になった時にできるかっていうと、時間ある方はできるんですよね。まあだいぶ時間使うと思います。頭に入れなければいけない内容っていうのが、宅建試験はたくさんあるので、まあそれなりにね、やっぱ1日数時間は勉強しなきゃいけない。もう5時間、6時間。長い方だったら7、8。やんなきゃいけないですよね。まあ調べるの、これに時間かかるので、やっぱそれぐらいやんなきゃいけない。だから、まあこれをやっていたら、今年は難しいかもしれないけれども、ちゃんと頭に定着していくんで、来年には十分間に合うんですよ。だから、もう今年はちょっと諦めたっていうのであれば、もう来年に向けて、こういった、今言ったようなね、理解をしながら学習して、で、復習回数も重ねていくっていうやり方をぜひ行ってください。それをやんないと、単にね、もう丸暗記で復習だけやる。これはね、一番最初にも言ったんですけども、だけ忘れるんですよ。法試験になって、
頭が真っ白になるパターンになっちゃうんで、だからこれだけやってもダメで、この2つが重要なんでね。だからこの2つをやって、来年に向けて勉強するというふうにやった方がいいと思います。でもし今年ってなってきた場合は、まあ、できる範囲でやるっていうのであれば全然いいんですけども、なかなかね、それだけだと、頭に入れることができるポイント数っていうのがおそらく少なくなっちゃうんですよね。残り5ヶ月しかないです。で、独学です、まあ、もちろん予備校通っててもいいんですけども、1日2時間しか勉強できないってなってくると、おそらく2時間ぐらいだと1日で、頭に入れれるポイントっていうのはやっぱ5個は言い過ぎかな、6個か7個ぐらいだと思うんですよね。調べるのに時間かかるので。私一番長かったのが1問あたり30分ぐらいかかったっていうのがあったんですよね、調べるのに。だから、2時間勉強してもその日に4問しかできないと、まあ、いうことになっちゃうんですよね。で、大体ね、15分ぐらいかな、1問1つのポイントを調べるってなった時に15分ぐらいで、大体、調べて理解できるところまで行きます。だから1時間だったら4問か、で2時間やったら8個ですよね。で、8個頭に入れることができる。あ、もちろんちょっと復習しなきゃいけないんで、もうちょっと時間はかかるけれども、まあ、そのぐらいしかやっぱできないんですよね。そうなってくると、やっぱり本試験までの間に頭に入れることができるポイントっていうのはあんまり多くないので、なかなか厳しい。ただ、今ね、開講している、弊社が開講している、短期集中実力アップ講座っていうのは、今言った、その理解すべき内容っていうものが、もう解説にそのまま載ってるんですよ。問題があって、解説、もうこの解説のところに理解すべき内容っていうのはもう載せてるんで、これの時間が一気にバッと短縮できるんですよね。だからもうお客さんに言ってるのは、もう何回も復習してくれと。解説に載ってる内容だけ、分かれば、もうあとは余計なこと考えないでくださいと。意外とね、独学でやってる方、もう予備校行ってる方もそうなんですけども、いろんなこと考えちゃうんですよ。あの場合どうだろう、この場合どうだろう、それ試験出ないんですよね、大体考えることって。で、こういった場合どうですかって、こういった場合って自分でね、問題作ってるんで、それは裁判やってみないと分かんないな、みたいな内容が意外と多いんですよ。だから考えても仕方がない。だからそういったところはもう考えない。ちゃんと理解すべき部分があるんで、そこだけちゃんと押さえれば点数になるんですよ。だそういったものに焦点を当てて、短期集中実力アップ講座の問題と解説は構成されているんで、だから、去年は4ヶ月かな、全く法律知識ゼロで4ヶ月、一昨年は、全く法律知識ゼロで中卒の方で分数計算できません、消費税の計算できません、その方でも、3ヶ月で一発合格しました。全く勉強したことはない人ですよ。中卒で、中学校もろくに勉強していない飛び職の方だったんですけども、その方っていうのは、もちろんもう分数計算、消費税の計算っていうのは、そんなの勉強してたら時間ないんで、もうそれもうやんないでくださいって言って、もうそこはもう飛ばしてもらったんですよ。もう勉強しない。で、その代わり、それ以外の部分でちゃんと点数を取りましょうということで、それ以外の部分を勉強ちゃんとしていただいて、まあこれやっていただいて。で、一発で3ヶ月で、たった3ヶ月ですが、合格しました。で、やり方がちゃんとできていれば合格できるんですよ。で、変なやり方をしちゃうと、もう丸暗記学習とかね、やっちゃうと、今年も受かんないし、来年も受かんない。もう下手したらもう再来年も受かんない。で、実際3回落ちてる方っていうのは意外と多くて、5回もね、意外と多いですね。で、10回以上落ちてる方も、まあ、ちらほら私の知ってる限りでもやっぱいるんですよ。で、私の知ってるコミュニティってそんなに広くないんで、まあ、1000人とかなのでね。だからそのくらいの範囲でも、意外と10回以上落ちてる方がちょこちょこいるんで、全国見たらそれなりの人数がいるっていう話ですよね。まあそれも、やり方が悪いだけです。ちゃんとしたやり方をやっていただければ合格できますんで。もし今年の合格目指しているというのがあれば、短期講座、ぜひ受講していただければと思います。そして短期講座の、概要については、もし YouTube をご覧いただいているのであれば、下の概要欄から、また、ホームページとかご覧いただいている方は、こちらの下のね、ボタン、もしくは、ホームページの上の、緑のバーですね、そちらの方をクリックしていただくと、短期講座の概要が出てきますんで、ご覧ください。今年の合格目指して一緒に頑張っていきましょう。